お世話になります。一人でございます。今回はポケットモンスターソードシールドの代名詞的存在である無限ダイナがどうやって生まれたのか、その起源についてご紹介したいと思います。実は無限ダイナの起源は研究し尽くされ、無数の論文が執筆されています。その中でも今巷では3つの説が有力とされ、無限ダイナ三大創造説と呼称されています。最初は無限ダイナの起源第一の説、ネスとマリオの共同創造説から話していきます。一見ネスとマリオは全く関係ないように感じますが、関係があるという証拠は無限ダイナの図鑑説明からわかるのです。ポケットモンスターシールドの図鑑説明ではこのような表記があります。2年前に落ちた隕石の中にいたダイマックスの謎に関係しているらしい。思い浮かぶものは何でしょうか。それはネスが主人公として登場するゲーム、マザー2です。このマザー2のストーリーはウィキペディアから引用すると、ある日の夜、自宅の裏山に隕石が落下したことを受け、様子を見ようと山頂へ向かう。その後落下現場でくすぶる隕石を確認し、その場から立ち去ろうとした時、突然隕石の中からカブトムシのような姿をした生物が現れ、声をかけられるとあるんです。このようにマザー2では隕石が落ち、そこから生物も発見されており、その隕石の中に無限ダイナがいても何らおかしなことはありません。さらにそのウィキペディアの続きで、10年後の未来からやってきたというその生物、ブンブーンの口からギーグという名の侵略者によって引き起こされた未来世界の惨状について語られと書いてあり、このギーグというのはソードシールドのゲームのシナリオでガラル地方を滅ぼしかけた無限ダイナと似ていますよね。しかもこの10年後の未来からという時空を超えている、つまり時空が歪んでるというのも無限ダイナと関係があります。実は無限ダイナの無限ダイマックス時の図鑑説明にはこのような表記があるんです。巨大化したコアから無限のパワーが放出されているため周りの時空を歪めているということで、無限ダイナには時空を歪める能力があり、先ほど挙げたカブトムシが10年後の未来からやってくるというぶっ飛んだストーリーも見事に説明がつくんですよね。しかもこの時空を歪めているという図鑑説明は他に非常に重大な要素を示唆しています。それは時空を歪めるということは、いろいろな時代のものが入り乱れているということです。いろいろな時代のものが入り乱れているということは、そうスマブラです。このゲームは様々な時代の様々な設定上のキャラクターが集まっていて、まさに無限ダイナの図鑑説明と一致しているんですよね。このことからもスマブラに登場しているネスが関係しているというのは全く否定できません。ということで、無限ダイナはスマブラのゲーム上で誕生した可能性が高いと分かりますよね。ではスマブラでどうやって誕生したのかというと、鍵は無限ダイナの胸の部分のコアにあると思います。このコアの部分をよくご覧ください。あるものに似ていませんか。そう、このコアはマリオのファイヤーボールに似ているんですよね。でこれらをネスと絡めて考えてみましょう。スマブラ上でマリオがファイヤーボールを投げて、それをネスがバットで打ってという野球みたいな遊びをしていたら、たまたま近くに隕石と同時に落下してきた無限ダイナの残骸があり、まあ、この時はコアがなく骨の塊みたいな状態でということですね。そこにネスがバットで打ったファイヤーボールが飛んでいって胸の部分に入ってしまう。マリオのファイヤーボールには相手にダメージを与えるだけのエネルギーがありますから、そのエネルギーで無限ダイナが動き出し誕生した、このようなストーリーが考えられるわけです。さらにファイヤーボールはネスにバットで打たれて飛んでいる時、もちろん空気中の風の影響を受けますから、それで炎の燃えてる部分が減っていき、より現在の無限ダイナのコアの部分の見た目に近づいていったのじゃないかと思います。あらゆる側面から考えても偶然とは考えられないくらいに辻褄が合っていますよね。しかも極めつけの決定的証拠があるんですよね。それはソードシールドのシナリオで出てきた地上絵です。これはすでにいろいろ考察されていますが、私はこの地上絵はネスを表しているのだと思います。先ほども言ったネスがバットでファイヤーボールを打って飛んでいく様子が描かれているとしか思えません。右の尻尾みたいに見えるやつはおそらくネスのバットで、なぜここの位置にあるかというと、よく野球であるホームランなどを打った後のバット投げを表しているからでしょう。人型をしたこの絵の腕が2本ともバンザイのような形をしているのもホームランを打った後の喜んだ様子と合致しています。よく子供が野球選手を真似るように、ネスも真似をしてこのバット投げのポーズをやっていたのでしょう。その最中に無限ダイナが復活するなんて思いもしなかったでしょうけどね。じゃあここにある2本の線は何かというと、バット
ットのデザインです。実際 S のバットにも二重の円状のデザインがあります。さすがに地上絵でバット部分にこの円状のデザインを施すと上空から見た際に分かりにくいので、あえて日本の直線で表現したのでしょう。そして左にある渦巻き状のものはもちろん皆さんお分かりの通りのファイヤーボールで、渦巻きの周りの描き方からしても渦巻きが飛んでいっているようにしか見えませんよね。ということで地上絵や図鑑説明などあらゆる側面から見てもネスとマリオによって無限ダイナが誕生したと考えられますね。なおこの説はソードシールド発売当初にフィラデルフィアの大学の研究者チャンドラー・サリバンとダレン・ハミルトンらが提唱した説です。私もこの説は明確なエビデンスがあり最も有力な説なんじゃないかと思います。ちなみにチャンドラーとダレンは毎日バーで一緒に飲むくらい仲がいいらしいですね。それでは次の無限ダイナの危険第2の説89072説について話していきます。まず重要なのは無限ダイナの図鑑です。今回は図鑑の中でも図鑑説明でなく図鑑番号が鍵となっています。無限ダイナの図鑑番号、その中でも全国図鑑番号は言うまでもなく皆さん記憶されていますよね。そう、890です。この数字に無限ダイナの起源が隠されています。まず890の8と9をかけると72になりますよね。そしてその72を890の右側に置いてみましょう。そうすると89072となりますね。ここから日本語に当てはめると左から8だからは、9だからく、0だからお、7だからな、2だからに、つまりはくおにとなります。これをしっかり整理して考えるとはくおにということになり、はくがおにしたとわかるわけです。このハクは何かというと、あの有名なジブリ映画千と千尋の神隠しの登場人物です。なんで千と千尋なんだよ、他の作品の可能性もあるだろうがと思うかもしれませんが、ちゃんと理由があります。先ほど数字を羅列しましたが、後半に出てきた72はもともと隠れていましたよね。つまりこの部分は神隠しにあっていたということを暗示しているんですよね。ですから千と千尋の神隠しの登場人物であるハクが関係しているということになります。で、ハクが一人遊びしただけじゃもちろん生命が誕生するわけがありませんよね。ただ一人で快感になるだけですよね。実はそこにもしっかりしたロジックがあります。最初に無限ダイナの図鑑番号をどうしたか覚えていますか？ 8×9 で72を算出したかと思います。つまりかけるという言葉が重要となり、先ほどのハクをにと合わせて考えると、ハクが一人遊びをしてそれでかける行為をしたということになり、そして生命の原理から考えると体外受精して無限ダイナという新たな生命が宿っていてもおかしくないですよね。ということで無限ダイナはハクの一人遊びにより誕生したと証明できるわけです。なおこの説はペンシルベニア州南西部に位置するグリーンズバーグで代々店を営むあのアンダーソン一族が最初に提唱しており、批判的な声も多いもののカルト的支持を得ています。ちなみにアンダーソン一族は全員喧嘩しても次の日には忘れるタイプらしいです。私は無限大な怨念を抱いてしまうタイプなので非常に羨ましいですね。そして最後は無限大な第3の説、螺旋手裏剣説について話していきます。無限大なのコアの部分はナルトの螺旋手裏剣という技と酷似しており、ナルトが想像したのではと言われています。ということで無限ダイナ三大創造説について話させていただきましたが、本当に重要なのは無限ダイナの起源を自分で研究し自分で考え自分で見つけ出すということだと私は考えております。そういう意味では無限ダイナは我々の思考そのものなのかもしれません。思考というものは無限ダイナ可能性があり、だからこそ無限ダイナと名前が付けられたのでしょう。信じるか信じないかはあなた次第です。テロリストじゃないほら。